カモカテアワー。誰が言ったか知らないが、やってみれば確かに面白いカモカテアワーの時間がやってまいりました。お相手はこちらの方です。はい、はじめまして、リンダと申します。リンダさん、はい、はいはい、今回は新シリーズということで、冠を持つ神の手というゲームを実況プレイしていきたいと思います。 KY46 チャンネルのドットギョーです。はい、今回はまあリンダさんと一緒に、はい、ね、友人のリンダさんと一緒にやっていきます。はい、操作させていただきます。はい、操作してください。じゃあ始めていきましょうか。早速この最初からで、そうですね、はい、最初からです。はい、どうぞ張り切ってどうぞ。はい、オープニング見ましょうか。はい、オープニング、はい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 、オープニング見ましょう。あ、ちょっとこれどけよ、これどけよ、ちょっとね。お、なんだ、うん、あ、これは読んだ方がいいんですかね。自由で自分の思うままに。お、だぞ。一人目の王様が死んだので、二人目の王様は嘆き悲しみ、三人目の四人目の王様はそれを蹴飛ばす。五人目の王様は花を植えた。六人目の王様は何をする。早いな。この音楽の感じ好きですね、私。めっちゃかっこいいですよね、これ。やばいっすよね。やばいわ。何でしたっけ、このゲームは人間関係がどうのこうのっていうことだけをあなたから前もって聞いてるんですが、うんうん、僕は言ったらでしょ。あの、あれだ、更新サイト見てこなかったの。僕多分言ったらないですよ。ああ。多分公式サイト見て。かっこいいな、マジで、この、うん。やばい。こういうシリアスな感じなんですか？いろいろかな。あ、結構シリアスかな、基本。これいける、いけてるな、この動画とか。いけるいけるはず。母が死んだ。多分いけてる。母が死んだ。それは突然の事故だった。彼女のいない日々は、呆然と過ごすうちに、その言いつけを忘れていることに気づいた。その額の汗は塗ってもらえたら隠しておきなさい。いや、さっき、きょうちゃんのお母さん見たからね。うん、母が死んだってところで。あ、殺しちゃった、勝手に。勝手に殺しちゃった。ちょっとね、なんかもう、家庭訪問で出すんちゃうかっていう綺麗なカップでね、ああ、コーヒー入れてもらって。あ、わら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 。なんだ？突然の長旅、さぞお疲れになられたことでしょう。はい、あ、どうぞ、進めてやっていってください。じゃあ、あ、あ、スピックです。もうちょっと切り越しますか。マウスを。はい、はい、はい。はい、はい。ポチポチポチ、もうすぐ見えてまいりますよ。はい、ポチ。これからあなた様が住まわれる場所です。気に入っていただければ私も喜ばしく思うのです。まあ、朗読はせんねえな。朗読はうっとうしな。はい。そのなんか、微妙に老けた声の作り方。うん。何なんですか？どうにかさ、多分おじいさん。とはいえ、最初は戸惑われることも多いかと思います。あまないです。うん。うん。うん。読む早いね、なかなか。あ、そうやね。あ、戻りますけどね、その、あの、マウスホイール上で。あ、それマウスホイールじゃないです。それ、なんか、速度変更ボタンです。うん、こんな感じ。そういうことね。はい、ログは見えるので、はい、ほら見えてまいりました。なんだ、何が見えてきたんだ。王城だ。何そのテンション。王城だ。確かにテンションおかしいな。フィアカントの王城。うん、フィアカント。あ、これ、あの、右クリックしてもらったら、多分、画像が見える。うわぁ、綺麗だなぁ。綺麗ですね。古城。湖ですね。湖の上の。古城の古城、はい、
なるほど。はい。どうですか、はい、はい、はい。どうですか、はい。おぉ。それだった。なんだよな。上のそこを食いつかんでいいよ。ただ読んだだけ。あなたが読んだから。読んだだけやけどね。ほう。いや、素敵。いいんですかね。ほう。ほうほうほう。母さんが死んだ。いや、あなた、あなたさっき母さん。それが全ての始まりでした。さっきコーヒー入れてくれた母さん。突然死にました。曲もいいですよね、選曲も。年明け早々ですね。まあ、あ、リンクしたのかな。年明け早々突然のことで緊張に行くのことができたって。これは、タイミングが。私が村長です。はい。村長さん。君も来年で15を数える。この立派な大人だ。もう15どころじゃないんですけどね。何歳 ?25 です、私。あなたは何歳だっけな ?25 か。多分見せとけ。25やろ。25ない、多分。同級生やったはずやけど。そうだな、多分そうだな。多分じゃないし。浪人とかしてないよね。いや、してないよ。ああ、そうだな。じゃあ一緒やな。僕留年したけど、僕は。まあいいわ。あ。まあいいや、行こう。あそこ立ち入ったらあかんのね。いや、いいっすよ、全然。全然いいっすよ。まあ、とりあえず、こちらを。君の額には、妙なあざがある。どこでかいか。でかはない。額のあざ。妙なあざがある。ハリーポッター。ああ、そんな感じ。俺、いいんだったら何も。よかったら少し見てくれ。まさか、本当に。なんだ君のお客様が見えた。それがさっきのおじいさんが出た出たろうにか出たじいさんやったね。じいさんやね。うん、私はろうにかと申しますと。その声なんやね。もうちょいキリッとするそうやな。もっと威厳ありそうやな、ね。確かにそうやな。はいはいはい。もう、あんたの声の出し方はスケベジジイやもん、たぶん。よ、よぼよぼやもん。僕の本性が出てる感じかな。あれね。本性ね。あなたのように追い出すかも。訪ねてきてくださった。はい、うん。はい。ありがとうございます。はい。なんとなってるのかできるかというか。恐縮でございます。僕はもう、こちらこそ、もう恐縮です。はい。おぉ。いいね。いいね、リンダさん。乗ってきますね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。どうぞ。姉貴姉貴姉貴ウス姉貴姉貴姉貴ウスの選定姉貴ウスの選定なんだそれははい。どうにかという腹。リターンとの往生に、なんていうのこれ最重自重か。だと思う。はい。拝命してます。おかしいな。はい。はい。姉貴姉貴の手により、こうの方向なんですよ。ああ、選ばれた人間ってことだね。おぉ、差し上がる。差し上がるし。大体こういうの。大体。やだよ。やだよ、そんな行かないよな、お前。もう行かないだろ、そんな。行かないよな、そんな。どうするどうする。なんで強制してくるあ、ほんまやな。俺はそういうの、まっぴらごめんだよ。私も素直な性格やし、こんな選ばれたとか言われたら行くんや。ほいほいついていってしまう。ほいほいついていっちゃう。はい。そうですね。はい。ほう。それでよろしゅうございます。はい、笑ってくれた。笑ってくれたな。お名前は。お名前は。一人称決める感じですね、これ。うん。いやもう、普段の感じで私で。あ、私でいきますか。はい。どうぞ。私の名前は。お名前はカタカナ5文字以内。できますか あ、カタカナで。あ、カタカナ。リンダでいきます。はい、お願いします。リンダでいく。いいか、リンダでいくな。リンダでいく。全然いいやん。リンダいいな。リンダ。リンダいいな、お前。このあだ名で呼ばれ続けて早10年ですよ、私。あ、リンダ。はい、リンダです。
リナです。はい、行きましょう。うん、準備がいい。はい。手ぶらで、手ぶらで OK。体だけで。うん、体と心の。何を言うさっきから。何を言うとんや。はい。私は馬車に押し込まれるようですね。馬車、鹿ですか？鹿の車なんですね。馬車みたいな。鹿が引いてくる。あいつ馬鹿やで。鹿？他の国内の鹿は頭いいじゃないですか。あ、この世界ね、うん。奈良公園のあれとは。奈良公園。違った。うん、黙り込んで、ちょっと人見知りやからね。さっきめっちゃベラベラ喋ったからな。いや、この心の声やからね。あ、そうか。うん。陛下発見していたんだけど。うん。お、箸。箸ちょっと見ましょう、箸。右方向した。お。見えんな、どこにか。まあ、いいわ、いいわ。はい。空気読め。はい、行こう。まばたきしとる場合じゃない。まばたきしてますね。地味にまばたくな。そうか。この橋、うん、この橋しかない。その貴重な橋を隠すな、お前。突っ込むな。突っ込み入れるんやな。突っ込みきなかったやな、みんなさん。そういえば、あなたともそんな深い田舎の友達じゃなかったしね。そう。私の人物像、そこまで。うん、わからんよな、全然。はい。身分。何なんかおった？なんかおるなぁと思って。おらんけどな。いや、スチームをちゃんと起動しとかな。はい。うん、普通のもんじゃ。ああ、そう見るんですね。ちゃんと見ていくスタイル。はい。いや、なんかさっきから見ましょう見ましょう言うから。ああ、やっぱね、上も、背景が素晴らしいですね。ありがとう。そして噂の二人本当に二号さん。しかし、すごい仲間なんだ。平気なのか。あ、田舎も言われてしまったで。田舎もやし。うん。気にされずってね、どうしても。気にすんだね。神に選ばれたな。神に選ばれたんですよ、神？神ってる。神ってる。カープですよ。カープ。広島。ごめんなさい、音痴なんで。音痴？今日はい、みなりを、もうメイクも汗で流れ落ちとるからな。汗で？汗で。うん。ちょっと男性には想像しがたいだろうけど、汗で落ちますよ、あれは。この体勢きつない？いける？あ、きつないよ。いきます？ちょっとリアルな私のコンディションに。うん。コンディション大丈夫？楽しい。タナチュウだったら僕タナチュウ。タナチュウ？いや、タナチュウだよな。タナス。タナス。タナチュウ、懐かしいな。タナチュウな。爆注問題な。うん。お前は一生僕から出してはもらえない。ここで口当て、うわ、早い。ちょっと一回、バックローズ。ここで口当てるのがお前の方だ。今さっきできても何もできてないから。誰にとっても不幸な感じだ。はい。よし。かわいそう。下に。みんな、頑張れたら。うん。しっしっ。ようこそ、おじめ、二人目の障害者。ああ、廃人か。やっぱり。ん？いや、金銭といてください。私だけお前を歓迎してやる。いいじゃないですか。大きいのになってますか。はい。うん。無理やな。ちょっと気になってきたな。気になった？そう。気になる？気になった今の子。いや、もしかしたら、ほんまは優しいんちゃうかな。おぉ、怖いわ。あ王のただ一人なんです。おんとし、ようなさ、男性を選択されて。あ男性を選択。おピンときました。ピンとっていうか、なんか引っかかりますね。男性を選択をされてる。何を言ってるのかな。はい。男性を選択。トゲトゲ選択できる性別が。そうなんですよ。
食感さ、あれ。いいね。微妙やと。微妙なの。王座なのか。玉座。玉座ですね。玉座。はい。いやー、ちょっと緊張しいやからな。放射輪だ。はい、だって顔上げよう。お前と二人。谷間クッキーでお姉さん。この人だけ絵がちょっと、絵柄がちょっと違う。描いた人が違うんやろうね。描いた人は一緒なんですよ。一緒。わからないけど。多分、ライキさんみたいな。うん、嘘つかない。リンダ嘘つかない。はい。はい。5代目リ担当、リンダの安定担当ワンです。あ、この方が。ここか。あー。先定、この、先定、これ、この機体に輝いておられるのが先定。ちょっといいね。インド人と同じポジションにあるんやね。インド人？いや、インド人もここら辺に。ああ、選定員みたいな。選定員じゃないけど、うん、なんか、赤いポツンがあるやろ。ダルシム的な。最近、まあいいか。あ、まあ、それは触れないでください。はい、わかりました。はい。はい、うん。もしゴールとなること、何が一つ、今あるの？ああ、責任は負わずに済むと。いうことですか？いや、まだまだですね。まだちょっと世界観がつかめてこない感じかな。承知の通り、我らにとっては、己の性別を選び取り、道行きを決める最も重い境目。ああ。己の性別を選び取る。成人の時に己の性別を選び取る。ということなんでしょうかね。肉体の性とずれていても構わんと。そういう。トランスジェンダー。あ、そこら辺は重たい社会問題や。あんまり触れるべきじゃない。触れる。あ、いや、あんまりこう、上に立つのはね、得意じゃないから。ああ。いえ。はっきりと、はっきりと。ダメですか？いきますか？はい、いきますよ。大丈夫ですか？うん。うん。うん、ああ。うん。はい。うん、はい。わかりました。はい。性別って選べる？選べるっけ？選べたっけ？選べるな。選べてないよ。選べてないよな。そうなるかもしれない。お！来たぞ。お、ヴァイルが来たぞ。ヴァイルが。発音できない。ヴァイルさん。あ、二人目。うん。この人に決まってるってわよ。本当にあれ、アクスタイルじゃないよね。この人、先手。先手。先手。ちょっとこう、髪色に混じってて。馴染んでますね。馴染み先手。いいそういうコーディネートなんやね。こう、色合わせをする。まずは、しょうがないぞ。バイルニエッテリタントランテ。よろしく。ないな。消極的。よし。弱気。弱気だなぁと。そんな彼主義。一緒に遊ぼう。ああ、どこ行く？ん？あ、どこ行きたいんだよ。ライブか。遊ぼうって言ってたから。ああ、それは、言ってあげたらいいんだよね。お分かりいただけたか、と思います。六大国王のバイブ様。うん。で、この弟組のご礼ストップとなりました。
ゴレソク、ゴレソクかな、で、トガラフレームはおい、お、ほう、わからんけど、はいはい、どうだったな、はい、あれはどうだった、いいやつっぽかった、まあまあいいや、まあいいやつっぽかった、まあ、どうかな、いや、ああいうのは結構腹黒かったりする。言葉遣いはまだわかります。うん？ん？ん？おっさんの声だよ、例えば。なんか、不登校からおっさんみたいな声です、例えば。びっくりした。はぁ。ストーブのせいが、ちょっとため息をついたところで。はい、お、また。はい。継続しましょう。第1問、しばらく白い出ないいただきたい。白い、うん。外出教師。安全も考えてのこと。城下町を出ることも可能とありましょう。かほどやな。うん。まあ、こう、囲っておきたいんだよね。不良のすることはございません。しかし、今までの暮らしにまた、おっさんの声が。ストーブのせいだな。ストーブのおっさんの声が。そこで暮らすのに不自由のない作法、成人までにあなた様が身につけないといけないと思っております、ね、はい、ちょっとやっしとり、どうしてる、いつかやね、5ヶ月か5ヶ月5ヶ月でな、今まで普通の暮らししてて田舎でな、読み書きもできるんだよな、読み書きはできるかな、ここまでが、うん、1週間、つまり10日のうち8日は1週間が10日なんですかね、1週間10日で、そのうち8日はそれぞれの教師について学んでいただくことになります。はい、はい、その方も重点的に学びも決めていくのが幅があるんでしょうね、はい、はい、1週間のうち2日、つまり5日と10日は予定を入れてございます。これは自由行動。フリー。フリー。ね、はぁ、遊びに。あ、はい。ってかな。いや、そういうとこちょっと行きたい。あいつダメよって言われると逆に行きたくなりますよね。そうですよね。お、ちょっと聞いてもらったよ。大丈夫です。マジで？ちょっと待ってよ。それはないんじゃない？それはどうかと思うよ。聞かんの？聞いた方がいいと思うけどな、今のは。聞かんのよ。まあいいか。聞かんのやったらいいけど。そこ初プレイは聞くとこじゃない？あ、ちょっと怒ってる？あ、いやいやいや。いやいや、もうどんどん進んでいきますよ。あ、どうぞどうぞ。見てくださいね。お、なんだ？死んだ意外なので経験したことない。逆に肩凝るよ、そういうの。そうだよ。もう、柔らかくりゃいいと思うんだよ。うん。程よい硬さが、あ、またストーブの精が。精？妖精。あ、妖精だよ。おっさんの妖精が。夢の中で私はこれから共に暮らしていく人たちのことを思い返す。今夜のお供は？うん。はい。どんな存在になっていくのだろうか。印象度について。このように画面右側に印象度窓が出現することがあります。へぇ。この、これね。あ、こいつですね。無関心。書いてますね。ここに出る数値はあなたが対象人物をどう思っているかを表します。自分が？自分の印象、ね。愛、憎、勇、剣は対になっている。どちらかを上げればどちらかが下がります。え？愛情軸と友情軸、ね、うん。愛情は許容、友情は共感の軸と言えるでしょう。愛してるという友達として好きになる。そうなのかな、憎いっていうともう、もう受け付けみたいな。憎いのと、
まあ、そんな違い。まあ、そこら辺は後のリッチ分かってくるかね。ああ。うん。どうかというと、その対象を見かけた場合、嫌がらせを受けるかも避けるか、そういう違いということですね。はあ。愛情と友情が両立していると大好きで親しく感じた。一心同体。うん。憎悪と嫌悪だけだと、大嫌いで顔も見たくない。はい。愛情と嫌悪のところ、大嫌いなはずなのに気になる。いいね、これは。わー、青春映画だな。いいね、うん。いいっすよね、これ。ベタやなぁ。はい。憎悪と友情の組み合わせ。友情と嫉妬の板挟み。あ、これ女子にありがちなやつですよ。あ、そうなんや。へぇー。このゲーム結構ね、女性向けだったりするよね。あー。どっちかというと多分女性向けなんじゃないかな。へぇー。無関心。無関心。はい、私の京ちゃんに関する気持ちがこれやね。あ、そうなんだ。おー、そうなんだ。へぇー。へぇーとしかちょっと言いようがないけど。そうだったよね。はい。印象より感度。対象人物があなたをどう思っているかは好感度と呼ばれますと。これは画面には表示されます、ね。ああ。これはちょっと現実に近い感じだよね。印象の入力は初めて対象と会った時、対象とのイベントが起こった時に一日の終わりに発生しますと。うん。イベントの種類によって動かす数値の大きさが変わってきますと。初めて分かったときは重要です。ゼロになると終了します。印象は、あ、まあ印象通りに入力できますと。まあ入力してみましょうということですね。はい。入力画面に映してください。はい。どうにかに立つ印象が。どうするよ。お前どうするよ、これ。冷静やな。うん。はい。ちょっとこう、うん。箸隠すしな。あ、そういうとこ。そういうとこだ。嫌なんだ。嫌悪感。あ、それ、こう、ん？あれ？あの、嫌悪と友情は一緒の時間だよね。肉くんや。もうガン肉ガンガン肉い。知るわ。箸隠すからな。あ、そこが嫌なんやな、うん。そういうところで嫌われるんやな、人って。空気は読んだ方がいい。なるほど。いや、ちょっと結構。気になってる？うん、飲みに行ったら。あちょっと。なるほど。悲しい過去とか聞けるんちゃうかなっていう。なるほど、楽しさはいい感じか。うん。ほう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 。ほうほうほう。愛情と友情。はい。リリアナスさん。ん？うん。憎いな。憎いな。嫉妬がどっちでしたっけ？嫉妬。嫉妬？嫉妬って言ったらそうだな。あ。嫉妬憎いってことじゃない、知ってる。嫉妬だったら。嫌悪はもう近づきたくないってことだよね。うん。ちょっとこうね、もう、ここら辺がね、こう女性のコンプレックスをくすぐってくるからね、憎いです。なるほどね。バイ。バイはどうするんですか？嫌なんだ。お気に召しませんでした。お気になさらず。ひどいな。楽しさぐらいか、じゃあ今んとこ気になるっていうのは。楽しさぐらいかな、はい。意外とね。うん。意外とこう。おはようございます。うん、ちょっと一回セーブしましょうか。はい。セーブっていうのなんて。セーブなんですか。お、71番。71番。70。はい、じゃあそれで、ここ押したかな。ここ押してください。はい。はい。挟みます。はい。はい、じゃあ閉じましょうか。はい。
はい、じゃあこの辺でちょっと一旦切りましょうかね。30分経ってるんで。そうですね。もう、はい、そろそろ背骨が。あ、背骨。やっぱ体勢きつかったね。猫背でね、うん、画面を覗き込んでる状態なんで。ああ、じゃあもうちょっとこう酔って、はい、酔ってやってみますか。うん。まあ、まあ、そこら辺は。そこら辺は。試行錯誤を繰り返しつつ。はい。はい、まあ、今回はじゃあ、この辺で終わりましょうか。はい、終わりましょう。あ、まあ簡単な感想でも。簡単ってもないか。まだちょっとよく、まだからん、うん、入り込めてない感じなんで、ね。ああ、そうか、うん。じゃあまあまあ。はい。ということで。じゃあ、また次回。はい、次回。お楽しみ、楽しみ、楽しみですよ。まあいいわ。はい、じゃあさよなら。さよなら。はい、さよなら。さよなら。はい。